こんにちは、柴田です。今回は変形ギターをさらに変形させたギターをレビューいたします。こちらギブソンのエルボーレスですね。エクスプローラーです。いろいろと改造されてるんですけれども、これはヴィンテージマニアックスによるコンバージョンモデルと。なのでギブソンのエクスプローラーをヴィンテージマニアックスの方でオリジナルカスタマイズしたということですね。これをね、見た時にですね、こうビビビときまして、千葉管楽器でお借りしてきたんですけれども、まあここのね、エルボーレスっていうのはクラフトもやっていたように、まあこういう改造のね仕方はあるんですけれども、なんとなんとバナナヘッドをこのバルタンヘッドに継ぎ足してやったりとかですね、まあ塗装ももちろん全て変えられてますし、ピックアップに関しましては G7 とかで使われているヴィンテージマニアックスのピックアップが搭載されていると。最初に鳴らした時にですね、まあ、色物かなと思ったんですが、もう全然音がめっちゃ良かったんで、ちょっとねお借りしてまいりました。まあエルボーレスに関してはね、いろいろね賛否好みがあるかと思うんですけれども、まあ、こうして持つとね、バランスはねめっちゃいいですね。ボディバランスはねめっちゃいい。まあ、ただハードケースに入れた時の重量感というかバランスがちょっとね、ヘッドの方に落ちるから、ここがない分お尻が軽くなってこうなってんのかなっていう風なね感じはしました。まあそれはねハードケースの話なんですけども、こうして持つと非常にバランスいいし、うん、エクスプローラー独特のちょっとした枯れ感みたいな、パシンパシンとしたレスポールやね SG とちょっと違う感じのニュアンス、これはもうほんとそのままって感じです。これクリーンとね歪みのバランスといい、いい感じでね、やっぱピッキングニュアンスだったりとか歪みのコントロールがこのボリューム上でできるっていう。でエクスプローラーはボリューム、ボリューム、トーンになっております。うわめっちゃいい。わかります、この枯れた感じながらも、やっぱねこのねヘッドの重さからか、こっちからねちゃんと音が鳴るっていうか、通常のエクスプローラーだとやっぱこっちが長いし重心がねこっち寄りだから、こっちのでパシャパシャ鳴る感じなんですけど、やっぱねこのねバルタンヘッドは、ね、ちゃんと意味がありますね。ギブソンですよね。ピックアップはね、うん、かなりねいいと思いますよこれは。トータルバランスがいいですね。さすがですね。させましょうか。
素晴らしい変形ギターとは思えないような幅の広さと、まあ、いろんなジャンルにね対応できるような感じですかね。エクスプローラーってこう見た目からメタルな感じをするんですけど、実はですね非常におしゃれな音が鳴るんですよね。上品でなんかツヤ感があって、ちょっと変わり種のギターではありますが、変形をさらに変形させたギターということで、鳴らすとね結構ね惚れ込むと思います。ぜひぜひ千葉管楽器ね、なかなかないものなので行った時には鳴らしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。